ゆっくりと近づいていって平手を一発キューティー。静かな2人の戦い第2章は両者の張り手合戦で始まりました。池田さん、はい、まあ、とにかくこの両者は昨年の8月25日、はい、両者が手を合わせ、そして、まあ、勝ち負けはともかくとして、はい、お互いにお互いの実力を認め合った、はい、そしてその後、まあ、静かなお互いの闘志が燃えたぎって、はい、ええ、今年の2月18日に再戦をキューティーが申し込んだという形になりましたね、はい、まあ、初めて対戦したときに、まあ、勝敗が高子が勝ったんですよ、はい、で、まあ、負けてばっかりじゃいられないということですね。だから今回の今日の戦いはもう内容じゃなく勝負、もう勝ち負けだけだから内容は期待しないでくださいということなんですよね。それはキューティーのコメントということですね。そうです。まあ、とにかくキューティーの場合はこの高子に 8.25 オーバーザアイドルで黒星を喫して、そしてその後ぜひにという再戦が2月に申し込まれ、はい、そして5月15日の JWP の後楽園大会では、まあ、そのラブコールを受けて井上高子がリングサイドにキューティーに挨拶に来たという動きがありました、ええ、逆に飛ばしていこうとするんですが、これは平手を放っていく。さあキューティーの反撃か、流れを変えることができるのか。キューティーの右足の蹴りを見せるんですが、ここでまたナックルですね。今高子のナックルだ。これで 8.25 は去年の 8.25 はホール取られてますからね、はい、出ましたね。もうそうそう、オーロラスペシャル、オーロラスペシャルですね、はい、危ない危ない、はい、早々と腕をクロスしたオーロラスペシャル、カウント2でクリアしていったキューティー鈴木。野田落としか、大技連発してますね。もうここで決めにかかってるんでしょうかね。キューティーとしては非常に苦しい展開になっている。蹴り一発右足、11分43秒。キューティーらしさが今のところまだ出ていない。キューティーらしさがこの青のトップロープからもう一回試合の流れを自分の方に戻すことができるのかどうか。これは今半回転、一回転してののど輪ですね。なだれ式のど輪落としです。回転すると加速されますので結構ダメージ大きいと思いますよ。はい、回転してののど輪落とし、そしてここでまた行きますね。オーロラスペシャルからもう一回行く。おっ、危ない。これは後方にこの放送席の真ん前だ。オーロラスペシャル、これはファスに終わっている。ちょっと足元がふらついたのかもしれませんね。赤コーナー、この放送席の真ん前だ。キューティーの髪の毛を掴んで本部席に対して、場外戦であります井上貴子、髪の毛を掴んで場外だ、場外、この花道でブレンバスターか。あそこはマットが引かれている、セーフティーマットがありません。ところですね、腰とそして背中を痛打したに違いないキューティー。しかし立ち上がっている。花道からゆっくりと今エプロンサイド、まあ、とにかく10分あたりにツームストーンのパイルドライバーを不用意に食らってしまってペースが完全に乱れているキューティー鈴木。これ左の膝に対してナックルと、これ先ほど足ですね、左の膝ですかね、
足首もなんか今踏みつけていたような風に見えたんですけど、左の膝を先ほどの場外のブレンバスターで痛めたのがキューティー、そこを狙っている高子、対角線上から捉えた映像、ここでドロップキック、ミサイルキックを放っていくのか、タイミングつかめないですね。動きが今一つだ、キューティーどうした、この力比べは高子がキューティーか、とりあえず倒しておいてセカンドロップからドロップキックを放っていく、そして場外でエスケープの井上貴子に対してエプロンサイドからどうする、馬取りか、蹴りを左のテンプルあたりに見舞っていったキューティー鈴木、もう一回エプロンサイド、今度はニュートラルコーナートップロープに上がっているフランチャーか、どうするんだ、フットスタンプだ、これは痛いですよ、ちょうど高子の背中は半分がセフティーマット、そしてもう半分はコンクリートの状態、相当ダメージ受けてると思います。井上高子もかなりドラゴンスープレス、ジャーマンで投げっぱなし、青のトップロープからもう一回フットスタンプに行くのか、キューティー鈴木、あっと危ないぞ危ないぞ、完全に両者の動きが、両者の動きを正面から、両者の技を正面から受け、かなり両者の体力の消耗があるように感じられます。しかしここはすかさずキューティーがニュートラルコーナー、もう一回背後からエンズイラリアットか、よく見てましたね今のは、キューティーのフットスタンプをよく見ていた井上貴子、背後からエンズイラリアット一発、そしてまた流れは井上貴子か、オールラスペシャルにここから移行していくか、重心が狂ったジャーマンだ、スープレックスホールド、あーっジャーマンスープレックスホールドの体勢はカウント2でありました、大技が炸裂する、その大技をお互いに受けて、お互いの体力の消耗、エネルギー消耗が激しくなってきている第4試合、すでに18分を経過しようとしている、ナックルを1発、高子がキューティーに2発、3発目は膝蹴りだ、そしてなだれ式のブレンバスターのショット、これは締め技だと、高子がここで赤のトップロープから満を持して背後にどうする、フライングリーか、あの得意のエンズニーだと思います、はい、キューティーも得意のジャーマン投げっぱなし、まあ、序盤キューティーが高子のスペシャル技をお見舞いして、その後返しとしてこれは、ね、エンズニーですね、最もキューティーが最もキューティーが大切にしている技なんですよ、本家本元です、あ、ドラゴンですね、ドラゴンスイドラゴンスープレックスホールド、カウントドラゴンスープレックスカウント2、まだまだ決着がつかない、キューティーかそれとも防戦の高子か、ニュートラルコーナートップロックだ、円髄に対してのフライングニーは空を切った、そしてバックの取り合いはカウントアウト、もう一回ここでドラゴンスープレックスはカウント2であります。9分39秒、ようやく両者フィニッシュホールドへ刻一刻と
円髄2位を見舞っていくキューティー鈴木、まともに食らった井上貴子、赤のトップロープもう1回か、コーナートップから貴子に対してもう一つですね、貴子の今ちょうど左の脇腹あたりでしょうか、抑え込みの体勢、カウントは勝ちたかったって言ってましたから、19分40秒、フライング円髄からの円髄2ドロップですね、はい、ただいまして19分40秒、最後です。